皆さんこんにちは。セブラ・マグダレナと申します。ポーランド人です。サー・ピーター・パーカースピーチコンテストに参加する機会を得ることができ非常に感謝しております。今世界中がクレジットクランチの状態で経済が急速に悪化しています。金融企業で働いていますが皆さんをさらに不安にさせたくないので今日はクレジットクランチの話はしません。私たちが囲まれているルールの多さとコンプライアンスについて仕事をしていて感じたことを話そうと思います。私は半年ほど前から東京海上アセットマネジメントで働いています。現在仕事の内容は入社当初よりももっと幅広くになっていますが初めの何ヶ月はコンプライアンスオフィサーのアシスタントの仕事をやっていました。さて、このコンプライアンスという概念、ご存知でしょうか。普段、企業の管理と結びつけて考えますが、実際は生活にもとても関係の深いものです。大阪大学武田隆二教授によれば、コンプライアンスの概念は3つの階層に分けられます。第一階層は法令を遵守する行為です。言い換えれば、法律の規定を理解し、それを守ることです。例えば、遅刻しそうだからといって、一般道路を100キロものスピードで車を運転することはできません。また、旦那さんや奥さんは浮気しても、毒入りの食べ物を食べさせるのはいけないことです。人間は昔からずっとルールを体系的にまとめ、それを文書化しようとしてきました。古くはウルナンム法典やハンムラビ法典があります。またどこの国でも刑法や民法などがあります。第二階層は特定組織内ルールを守ることです。私の場合は東京海上アセットマネジメント社内服務規定に従う義務があります。例えば朝8時就業の決まりです。前の晩友達とポーランドのウォッカを飲んで酔っ払っても次の日やはり8時の出社です。また金融企業が従うルールがたくさんあります。このルールは金融界を監督するファイナンシャルサービスオーソリティのハンドブックで書いてあります。ハンドブックという言葉から小さなの本のイメージが連想させられますがこれは大違いです。実際はこのルールをリストアップし始めたら来週まで終わらない恐れがあります。興味のある方はイギリスの金融庁のウェブサイトをご覧ください。特に不眠症になる方々におすすめです。最後に第三階層は社会秩序を生み出せない行為です。例えばたとえ他人に自慢できるほどのナイスボディだからといって夏の日に自分の家を前を通るを無視して自宅の庭で裸で日光浴をしてはいけません。この社会秩序という概念は最も曖昧で国によって違いがはっきり出るものかもしれません。適当なハンドブックがありませんので、何か善意でしても失敗するケースが多いです。例えば、ポーランドで男性は女性に席を譲ることが当然の社会的ルールと考えられています。しかし、自分の投資を気にする女性に席を譲れば、感謝ではなく、そんな年じゃないわよと逆に怒りを買ってしまうこともあります。このように私たちはこの3つの階層のルールの中で生きていますが実際は人や国によってルールと権力者に関する態度が違います。そしてルールが好きなタイプとあんまり好きではないタイプがいます。これは宗教、歴史、そして文化や育ち方の違いによるものだと思います。ところがグローバル化の影響により各国の企業が世界中に子会社を設立するのも伴い職場で文化摩擦や見られるようになりました。例えば私の友達は日系企業の会社で働いています。頭のいい人で業績も素晴らしいですがやはりルールが好きとは言えない人です。彼女と一緒に働いている日本人はみんな疑問視せずルールに従いますが彼女は隠さずにルールを批判して
批判をしている時があります。私には彼女のフラストレーションが理解できます。いろいろな話を聞いていると、ヨーロッパで活動している日系企業の本社は自分たちのやり方だけが正しいと思い、現地の会社の意見を聞かず独自の判断を認めないケースが多いと思います。これだけではなく、小さなことにこだわり、状況の全体像はあまり見ない傾向があります。このことは現地の人たちと本社との間の圧力の原因となり、お互いの仕事がスムーズにできなくなるわけです。もし両者が話し合って明確なルールを作ることができたら、仕事がもっとしやすくなるのではないでしょうか。またコンプライアンスが大切とはいえ、規則や権力者に違反しても良い時があると思います。例として近代のポーランドの歴史から挙げましょう。第二次世界大戦の後、ヤルタ会議で戦後世界の枠組みが決められました。その結果、ポーランドでソ連の影響が非常に強くなり、ポーランドの政府はソ連の操り人形となりました。政府は合法でしたが、実際には国民が選挙権がありませんでした。政府だけではなく、官公庁、役所もみんなに嫌われました。なぜなら、当時官僚主義のためみんなの生活が圧迫されていたからです。役所から必要な許可を、書類をもらいたいとき、担当者にチョコレートやストッキング、お店で買えない商品を賄賂として送らなければなりませんでした。これはもちろん規則違反でしたが、みんなはこれを見て見ぬふりをしていました。しかしポーランド人は正義を求め、さまざまな方法で体制に反抗し続けました。例えば私が子どもの頃、お肉を買うため特別なバウチャー、つまり配給券が必要でした。また砂糖を買うとき、1人当たり砂糖1キロしか購入を認められておりませんでした。そのため多くの主婦は隣人の子供たちを買い物に連れて行き、子供が5人いるから砂糖5キロくださいという面白い違反もしていました。このように表現の自由や知る権利を奪い、また生活必需品を自分に提供できない政府の下で、法に違反したポーランド人の行為は生きていく上で必要だったのです。どんな人であってもルールから逃げられるわけではありません。会社のルールや社会のルールに従わないと最終的に罰されてしまうことがほとんどです。私はルールに一方的に縛られるのは好きではありませんが、コンプライアンスとルールはこの世界の秩序を維持する大切な歯止めだと思います。これがなければ原始時代のように弱者が虐げられ、力強い者のみが生きて残るのできる無秩序な世界に逆戻りです。しかしどんなにルールとコンプライアンスが必要とはいえ、ただ盲目的にルールに従うべきではありません。大事なのはルールの元となった精神と理由を考え、状況によって改善していくことだと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。今コンプライアンスの話でお話で3つあると、1つは法令遵守である、はい、もう1つは組織内のルール、例えば金融機関のルールとか、ね、もう1つは社会秩序である と、うん、とマグダレーナさんはお仕事でこういった関係の仕事をしているわけですか。そうですね、入社するときコンプライアンスオフィサーのアシスタントの仕事をやっていましたが、現在はコンプライアンスだけではなくいろんなこともしています。しかしコンプライアンスに関する仕事もたまにやることもあります。会社の中の組織、会社の組織の中のコンプライアンスだけじゃなくて、社会秩序の法令遵守も大切だという話ですけども、そうですね、マグダレーナさんはそういうルールがあった方がいいと思ってるわけですね。もちろんです。やっぱりルールがあり
ルールがなかったら私たちの生活はもっと難しくなると思います。でもルールが行き過ぎたらどうですか？なんかこれもダメあれもダメという、人間がたくさんいるといろんな人が出てきて、ね、やっぱりルールをきつくしていかないとうまくいかないですよね。そうですね。だから自分の頭を使ってこのルールは本当に必要かどうか考えなければならないと思います。必要じゃなければ守らなくてもいいってことですか？これはですね、多分ルールによって違うと思います。じゃあ守らなくちゃいけないルールと破ってもいいルールがあるということですか？例をちょっと挙げたいと思いますが、いやでも大した問題じゃないので大丈夫です。すいませんでした。ポーランドで日本語を勉強なさったんですか？そうですね、ポーランドで5年間勉強して、で筑波大学で1年間勉強しました。ポーランドでは日本語っていうのは盛んですか？日本語勉強は。そうですね、大人気ですが、やっぱり大学に入るのは非常に難しいと思います。大学っていうのは日本語を勉強するために大学。そうですね、日本学科の試験は非常に難しくて競争も結構高いと思います。そうですか。どうですか、勉強したことが日本に行った時に役に立ちました？もちろんです。そうですか。あれですか、今はお仕事で日本語を使ってらっしゃる？そうですね、たまに使います。でもほとんど使わないということですか？残念なことに、やはり英語の方が多いと思います。わかりました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。